って言った時にほとんど消えたんだよ。うん、間違いが起きるパターンとして。友達と仕事するなって。思う。うん、お前のレベルの親友っていうのと、ビジネスにおける必要なパートナーは違うから。うん ガクトさんの場合っていろんな人に見られてもいるし近づいてくる人も多いじゃないですか、はい、で、そんな中でまあ、例えば僕がガクさんからポーカーで教わった時に例えば初めの段階でもし自分のカードが強かったらレイズして運で勝つ人をまず落としていくっていう話があったじゃないですかガクトさんとかって限られたまあ時間の中で誰と会うかとかを決めたりとか誰と仲良くするかとか誰と組むかみたいな時に 一定のふるいにかける方法があるんじゃないのかなって、まあ、一つで言うと、以前お伺いした、例えば泊まるホテルをいいホテルに泊まるとか、その飛行機をエコノミーではなくビジネスファーストクラスに乗ることによって、身の回りがまあ物理的にそういうクラスの人にしかいないようにするってことはまあ一つできるじゃないですか。うん、それ以外のこととかも含めて、心理戦以前の段階でふるいにかけるようなこともしてるのかなっていう。それは その自分と話をした時に話ができない人たち話にならない人たちと話す必要がないからだから話にならない人たち話す必要がない人たちと話さなくてもいい環境を作ってるっていうことだと思うんだよ。それは具体的に言うとどういう基準なんですかさんががマレーシアにに行かかれれる時ととそそもそも英語がしゃべれないいっていうことは 何もビジネスを一緒にやる上ではサポートにならないし逆にこっちがサポートしなきゃいけなくなるじゃないかっていうところでその英語をしゃべれるしゃべれないっていうところをそうだからあの当時は僕はそれ以前にね、うん、みんなに伝えてたんだよ、うん、会社にいる子たちに。うん、そもそも僕は海外に必ず住むし、うん、で海外での活動をしていくと。うん で海外での活動をやっていくにあたってそもそももう英語が理解できないっていう時点で現地でのサポートは無理だよねととなる、うん、一緒の会社のとしてのチームとして組むのは無理だよねっていうそこが、ね、そう。だから。それを今後僕がやっていこうとするビジネスにおいて本当に関わる気があるんだったらそこの位置にたどり着くまでの必要条件を満たしてねっていう。うん っていう投げかけはもうずっと前からやっていてでも実際に動いてるのはもう本当にごく少数で実際に始まった瞬間にみんな焦るわけあっええ,えわかんないみたいなうん、うん、でも前から言ってたよね僕はってうん、うん、はい言ってましたってじゃあ現地でこれからこういう感じでビジネス進めていくんだけどって、えー、とじゃあ誰のどのタッを送れましょうかって言われた時に、うん、例えば社長からね、うん 逆に冷静に考えて,考えてみてどのスタッフが海外で僕のサポートに来た時に役に立てると思う,うん、うん、むしろ荷物になるようなやつはいらないうん、うん、僕のやらなければいけないことが増えるからうん、うん、って言った時にほとんど消えたんだよ、うん、つまりこういうことなんだよってそういう意味ではそういう海外に移住するっていうところでの社内での古いっていうのは一つの基準が英語ということですよね うん、だから例えば、まあ、あるその専門的な仕事をやるにしてもよくね間違いが起きるパターンとして、うん、友達と仕事するなって思う友達と仕事するなって、うん、その友達と仕事するなっていうのはどういうことか。 例えばこれから何か新しいことをしようとしてる人たちや起業しようとしてる人たちがよく犯す問題として仲のいい友達と何かを始めようってやる。親友だからっていう理由で でもそののお前の親友ってにもいろいろあるわけさで親友っていうのは通常の友達よりも信じてるレベルが高いから親友っていう話なんだけど何をおいで信じてんのって,って話なんだよで学生の延長線上にあるような親友の感覚って一切お金銭に関する信用度のやり取りがない状態での親友ってみんな言うんだよ 付き合いが長かったり誰よりも一緒にいる時間が長いっていうそこだけの話でみんな親友で親友だとかっていうふうによく言うんだけど実際に金銭のやり取りがなくてお互いにギブアンドテイクの関係も成立してない状況でビジネスを始めるとこんなやつだと思わなかったっていうパターンがめちゃくちゃ多い実際にそこにお金が発生するからで僕が思うのはいやそれは お前のレベルの親友っていうのとビジネスにおける必要なパートナーは違うからっていう話じゃあってビジネスってビジネスを組み立てていくことやビジネスをランニングさせていくために必要な人材があってそのスキルをそのお前の仲間が持ってるんだったら構わないけれど持ってもいないのに信用しているからっていう理由なだけでここに置く意味は全くないっていう。 でさっきのそのポーカーの話でも言ったけれども、うんえー、僕から言わせると傭兵のポーカーの打ち方で一番ダメなところ、はい、一つのゲームに執着しすぎるだから一つ一つのミスがめちゃくちゃ大きいあの相手の勝負にやたらと向きになってついていったりする。 持っっててるカードがそこそここいいいからっていう理由で、はい、でもそこそこなんだよね、うん、絶対的にいいからではないんだよ、はい、それはもうしょうがないっていう状態ではない、うん、降りれるじゃんって,、うん、っていう話なのに最後までやろうとする、はい、何を試したいのか分かんないけれどだけど僕から言わせるとねえねえ亮平って何千回あるうちのたった一回の勝負だよ そのい何千回あるうちのたった1回の勝負にどこに固執してんのってそうですよね、うん、次のゲームはまた同じように何千回あるうちの1回なんだよって、うん、なんで冷静に何千回あるうちの1回の勝負だっていうふうに認識できれば、うん、いや別にそのカードをポンと捨てることだってできる損失ができ、うん、発生するわけだからこれって人と付き合うのにすごく似てるよね損切りをできるそういうこと、うん そうっすね俺損切り苦手かもしれないだって考えてみてもう世界人口80億だよ例えば親友が何人いんのって話をしたら、うん、親友は1人か2人かってみんな言うじゃん「うん、ち,ょちょっと待ってと」とそれ親友が1人か2人かって何基準って、うん、それ思い込んでるだけだよね「うん、80億だよ」って。<laughs> さっきのゲームで言ったら何千回のもっともっと数があるわけじゃん実際にこの日本だけでも1億2千万人いるわけ、はい、そうじゃん。はい、で自分の世代で考えたら2千二千万人ぐらいいるんだよ、はい、じゃ二2千万人ぐらいいる中のたった一人に何で固執すんのってうんうん、うん、確かにだけどそこには勝手に自分で理由つけるんだよ、うん、いや付き合いが長いからとかね、はい 勝手に自分で切らないいい理由をっっぱい作ってるんだよ最後までその人の人生を背負って一緒に死ねるっていう関係であるなら別にいいようん、うん、でも実際そういう話すると「いやそこまでは」ってみんな言うんだよ。<laughs> そうですねだよね。うん、だけど固執するんだよみんな。でこの固執する理由はさっきも言っ,た言ったかもしれないけどまず自分の教室に入れる人数が圧倒的に少なすぎる。うん どん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 出入りさせる必要がある多くの人と出会って多くの人が去っていくっていうことが当たり前であれば別に誰かかがが自分のの周りからいなくなななくくろうが別ににそのことに固執するる必要なくなるあだけどこいつがいなくなったら困るって執着してるから何か起こしても。うんうんうん その人を切らない理由を自分の中で無理やり作ってその人に執着して最終的にはものすごく大きな事件が起きるまで気が付かないこれ僕の中にもあったことなんだよああ同じようにうん、うん、僕はすごくね、うん、人間不信身なところがあって自分が信用した人しか付き合わないとか、うん、って思ってたんだよねうん、うん、ここポイントだね 自分が信用した人しか付き合わない、うん、で、自分が信用してると思い込んでんだけど、実は自分が信用してるわけじゃないんだよね。信用させられてる可能性も高いんだよね。ああ、なるほど。 so, so much, much for coming, for coming. Please, please go, go home, home safely. safely and don't, and don't forget, forget to, to always walk, walk on the wild side, side.